上下にジャンプといって返す。で、おおおお、とりあえずかかる。最後のボディだけ力入れる感じで、最初はもう次でパン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 ってやると打ちやすくないですか、最初が。横も横のボディフックでさ、パン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 ってやる。そうやってるとこっちの体がこう向くんで、でボディ殴っといてピポッとしちゃえば、また真横からストレートでも打てるし、アッパーでも打てるし、あ、なるほどなるほど。まあ、そこまで、そこまで僕も癖切るのは大変。最初ジャンプで下げさせて、ナイス、ナイス、で、キクキク。それあとは引っかかるんです。最初上にジャンプ打つ、はい、上にジャンプ、カバにジャンプ。で、次下にジャンプ打って、勢いでストレート打って、クック、アッパー、ナーン、っていう感じ。うん、で僕みたいな背丈のやつとは当たることはないんだろうけど、ただ下げさせたいもんで、最初ジャンプ、下に打って、そう、で、やると、連続攻撃。要は身長を下げさせるっていうか、自分のいいところに持ってきたいので、打つ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 ってやると、ただ隙間ができるじゃないですか。要は腹打ちたいので、打ちやすいところに持ってくる。パン、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 パンってやつ。もうブロックしちゃったら、それのペースになっちゃうんで、そのペース。あとはもう腹が出たらすぐ回るって感じ。はい。パン、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 パンって感じです。痛いね。